カッコ6に入ります。ここからが本格的に高校数学の内容ですね。3x 乗マイナス 14x プラス8これを因数分解しなさいということです。で、まず大事なことは、この問題が因数分解せよと言われているってこと。因数分解しなさいと言われている以上、この問題は因数分解で、この式は因数分解できます、えー。このような形に因数分解できるはず。 で、こことここをかけて 3x の事情になる、なるようにするだろうです、するでしょうから、こ、まあ、3x と x ここは確定ですね。あと、ここにどういう数字を入れたら展開した時にこうなるかってことを考えなきゃいけないです。こことこの数字はかけて8になるものではないといけないよね。で、こことここをかけたものと、こことここをかけたもので、マイナス 14x ができないといけません。で、どう考えるかってこと。まずね、縦書きで考えてみよう。この式を、3x と、x なんだかこういう形。え、この、これをこう横に並べたんだよ。え、で、例えば、ここ sinx かける x で、sinx の事情ができますよね。で、こことこの数字かけて、8ができなきゃいけないよね。八。で、この数字とこの数字を掛け合わせてできたもの。いいこれとこれのことね。この、この数字とこの数字を掛け合わせてできたものと、 えー、ここの数字とここの数字を掛け合わせてできたもの。えー、こっちで言うと、これとこれを掛け合わせてできたものが、えー、合わせて、ここ、マイナス 14x。マイナス 14x にならないといけません。で、ここには、かけて8の組み合わせが入ります。で、かけて8の組み合わせ何かなって考えて、まあ分かんないよね。適当に入れてみましょう。適当に入れて、まあ、例えば42かな。42、24にしようかな。24入れてみますね。 で確かにかけて8ができますよね。で、でも、こう x、x かける2で 2x と3、3かける、あ、答え出ちゃった。答え出ちゃったから、今のなし。<laughs> えっと、今のなしで今のなしで。えー、例えば8、8かけて8だから、まあ、パッと浮かぶのは4と2かな、えー。で、見てると、こことここで x、x かける4で 4x ができて、3x かける2で 6x ができるから、14x できませんよね。ってことは、ここ4-2の組み合わせではなかったってこと。 だから、ここは消して、じゃ、しょうがない。反対にしてみるかということで、2と4にしましょう。そうすると、x かける2で 2x。で、3x かける4で、312x。で、14x できますね。両方ともマイナスにすればいいです。で、これはマイナスだったってことは、ここの2と4がそれぞれマイナスだったってこと。マイナス2かけるマイナス4はプラス8ですからね。なので、こちらの因数分解の答えは、 ええと、まず3 x 2 3 x 二と、こちら、x-4。えー、カッコ3 x ス二括弧閉じ、カッナス四ということになります。で、これはね、たすきがけってやるやつ。で、実際にはこの係数のところ、えっ、ー、と、文字のところはわざわざ書かない。もう一回書いてみると、3x 事情、マイナス 14x プラス八。この問題ね。まず、最初の括弧の二個んだ、このところ、かけて三の組み合わせ。 で、次に定数このかけて8の組み合わせを考えればいいですね。ここを、あ、ごめんごめん。通して、で、最後に足してマイナス14ができればいいって、そういうような考え方です。で、3は3と1にしか分かれないし、8の組み合わせを考えると、まあ、とりあえず、42だとさっきは二四にしてみたから。 そうすると3、4、12と因2が2が出て、で、足してマイナス14にするためには、こちらが両方マイナスだったらいい。で、ここがマイナスだったってことは、このマイナス2と4がそれぞれマイナスだったってこと。で、これで完成です。で、ここに x を補って、それも横並びで、3x-2、二括弧1は省略ですね。x-4 としてあげれば、答えになります。これがすけ分けです。係数部分なので。 で、これはまあ、あの、練習しておけば、すぐできるようになりますので、心配、ないでください。